桜の剪定の方が簡単で梅は難しいと思いますね。格言でね、桜切るバカ、梅切らぬバカっていう、そういう言葉もあるぐらいで、梅はどんどん剪定してよしとなってるんですけども、どういう風な木の姿が梅らしいのか、梅の木らしいのかという完成のイメージがないままにね、切り方を言ってるんですよね。こういう風に枝を切りましょうっていう話は結構あるんですよね。そう、ひどいのになるとね、風情があるからこの枝残そうとか、何が梅らしいかというのがね、一向に明らかになってこないんですよね。先に答えを見せてくれよという風に思いますね。これ行きましょうか。これ南天と梅、はい、はい、それでね、そうね、梅の剪定ね、いろんな人がいろんなこと言うんですよ。それで梅干し作ってるような農家の人はね、それなりのまた流儀あると思いますけども、何もかも無視してね、まずは植木の剪定の時期ね、これ落葉樹やから、秋から冬にかけてしょうかと、そういうふうにまず考えると、葉っぱが散ってね、まさに散っとでしょ、本当に綺麗にしやすい。そしたら、あとはね、絡み枝を取る、それから徒長枝を取ると、徒長しまくっとでしょ、しまくりやね、はい、やりやすいんですよ、うん、それでね、よく見たらね、これ見てくださいね、これが徒長枝ね、はい、こういう、うん、徒長枝にはね、ちょっとしか花が咲かないんですよ。はあ。花芽分化の話どっかでしたでしょ。はいはい。何回か。うん。夏場にね、花芽が分化して、秋から冬にかけてこう、つぼみが膨らんでくるんですよ。これ見てください。はい、ああ、もう膨らんどるね。丸いでしょ。丸い。それは花ですか、うん、花なんですよ。で、こういうとこはね、あんま花咲かないんですよ。はあ。徒長枝は。なるほどね。こういうとこ。ピンとかわへん。はい。あ、まあ、ほとんど花咲かないですよ、うん、横枝にね、結構花がつくんですよ、あ、うん、ほんまやね、そうでしょ、膨らんでる、うん、だから一番簡単な考え方としては、徒長枝全部取ってまおうかと考えます、うん、それからね、どっかで尾形光琳の話しましたね、はい、紅白の梅の絵があって、うん、これね、こう、どういうのかな、普通やったらね、取ってしまうような、こういう横向き下向き、ガバッというこう、ガバッと下に向いたような枝、うん、これなんかそうですよね、こういうの、こういうの、こんなんとかね、こんなんとかね、そんなんもね、あえてね、和風のお庭ではね、ちょっと置いときたいですよね、こういうとかね、こういうのガバッ、うん、筆があるそういうこと、そうそうそう、それでね、最大のポイントがね、最大のポイント何個も出てきました、もう最大のポイントはね、うん、杯状にせえと言うんですよ、こう枝をこう杯状に、杯状に消化言うたら、要するに徒長枝取ろうかと、うん、ここに杯、うん、ここに杯、うん、あそこに杯、杯と、あ、そういうイメージでね、そう、杯にしていくと、ほんなら、うん、こう切ろうかと、うん、ね、徒長枝取ってしまって、徒長枝はね、成長のための枝、うんうん、光合成して栄養を作ると、うん、で横はね、少しセックスの枝、うん、花咲かして子孫繁栄、うん、で横枝さえ残しとけばね、花咲きますから、うん、徒長枝取って杯作っていこうかと、うんうん、それでね、枯れた枝全部チェックしながら、はい、こう枯れとんちゃうかと、うん、チェックしながらね、こう枯れとんちゃうかと、うん、枯れたとこ全部切って、うん、生きとうとこは残さなあかんけど、うん、枯れ枝こなしてチェックしてください。なるほど、うん、はい、ちょっと触ったらこれぐらいの力加減で、あ、そしたら枯れてないのは弾力があるから折れません。あ、折れにくい、はいはいはい。それからね、もう一つ、うん、これ貝殻虫、そう、貝殻虫なんですよ。これルビーとか言って通称言われて、俗称かな、へー、これはね、こそぎ落とす。あ、簡単に、はいはいはい、あとは冬場に専用の農薬がありますけど、うん、今日はね、この足をわーっとこそぎ落としてください、うん、はい、汚いでしょ、
いっぱいついたね。はい。そういう感じ。こそぎ落としてください。こうやって。はい。それでいきます。カラメーダ取る、徒長枝取るって言うんやけど、あんまり絡んでません。毎年やっとうから。ね、うん。毎年やっとうとこなんで、それから、老木やからね。成長も弱いですね。はい。最後、その、ひこばえ言うてね。それで全部取ってください。はいはいはい。から、色がちゃうでしょ。徒長枝と。ね。普通の枝と。うん。なんか、簡単やと思います。はい。で、終わったとこを自分の体でボキボキ折らんように、てっぺんから行きましょうか、うん、庭なんかは花みたいですよね、2月頃に。それと梅園言うてなんか梅を、うん、梅干し作るんかな、あんなんするとことはまた剪定のやり方違うと思うんですよ。まあ目的がちゃうから ね、うん、僕らはその収穫云々よりも、花、そうそう、花を枝をね横に暴れさせたいですよね、うん、はい、尾形光琳のイメージで ね、そうそうそう、はい、この梅はしやすいと思うから一回やってください、うん、それでね、こうまあ綺麗になったんですよね、こう綺麗になったなという感じなんやけど、徒長枝はね僕やったら取ってまあもこれとかね、うん、でこう横にこの枝のがここ切ろうん、ここ切ろかと、うん、なんかこう伸びるんですよ、うん、あこいつが伸ばしていくじゃない、そうここに切り替えてこういう風にしたいなと思うんですよ、うんうん、だけどね一番初めに言ったけど、あの古い木でこう老木になっとうから成長はおとなしいんですよね、うん、でなんでおとなしいかって言ったら花楽しむために徒長枝取ってもたらええよって毎年繰り返しとうから光合成が量が少ないんですよ、で花だけ咲くからしんどいんですよ、だから全部徒長枝取ってしまわんと、うん、あの少し徒長枝置いて葉っぱに育ててね、葉っぱで光を当てる枝もちょっと置いとかないとダメですよという話もあるんですよ、だから植木屋が分けを知ってね、うん、あの全部こう徒長枝取ってしまうと木は衰弱していくから、うん、徒長枝はね少し残した方がいいと、そんな深い意味なかったけど、その見た目のね杯にするのに、ね、うん、徒長枝しかなかった、そうよね、そう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 杯作るのにええなと思うけど、うん、てっぺんにね、特にあの木は上ほど強いから、てっぺんに徒長枝残してると、そこから今度ね、ドーンとね、はいはい、1メーターぐらい長いやつ。あれがビャーンと息をするわけ。あれがもっと伸びるんですよ。うん、上はだからもう完全に抑えた方がいい。抑えてまうと。で、横はちょっと光求めて伸びてるやつ、ちょっと残そうかと。てっぺんがね、てっぺんの方はね、徒長枝をもっと根こそぎ取ろうかと。なるほど。もうちょっとだけ。うん、一番上のところ、ね。そうそう。上もこんなんでいいと思いますね、はい、ひこばえも切ってあるから、はい、いいと思います。これね、隣の家の人があの自分でしとんですよね。これどうですか、尾形光琳にはなってないでしょ。なってない、ね、あの上に残った枝のところでふんわり上に丸くなるんですよ、ね、見合わせやからあの横枝につくし、ね、だから横の枝花が咲いとんのは比較的残してありますよね。なるほど、ね、だけど徒長枝みんな取ってまおかいう発想にはなってない。なってない、うん、尾形光琳って俺ずっと言うとくけど、うんうね、ちょっとちゃうんですよ、ほんから目的が違う。そう、農家のね梅の剪定は、うん、木に登っていけるようにしましょうっていう、まあことなんですよ。木に登って、うん、登りやすい木にしようと、で、うん、収穫しやすいように、そうそうそう、うん、それをね徒長枝取ってしまって、大きい世界ではね、杯状のように、うん、杯のように大きい世界ではね、うん、あの木の中身くり抜いてしまって、うん、邪魔な徒長枝取ってしまって、うん、乗りやすくする、そう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 、と僕ら庭で言うと小さい杯いっぱい作ろうかと、うんうん、はい、そういう感じ。なるほどね。